に。オッケー、買いました。はい、揚げたてで作ってくれるということで買いました。舞妓さんも食べてテレビに来てる。しかも安い、180円。近江牛美味しいです。美味しいけど熱い、やけどに注意。はい、だから冷やしながら冬場がいいですね。まあ、何しろ肉が見えますね。美味しいです。近江牛でした。こちらね、鴨川を、北上してます。五条から、四条大橋まで、これがこういう通りですね。で、右手が祇園、左手が河原町ですね。両方ともね、歓楽街というかね、鴨川を渡ります。あ、ランニングコースなのね。高校3年間は向かいの家のおばあで、この向こうに下鴨神社があります。でかも。